はい、えー、こんにちは、即課塾のコブです。今回、厚生労働省のホームページを見てみます、えー。収入が減少して生活に困窮する方へというふうに書いてますよね。要点は、この赤箱で囲ってある2つです。まず、ここを読んでみましょう。緊急小口資金及び総合支援資金の貸し付けが終了となった方を対象にですよ。もう貸し付けが無理なのかなと思った方に、こちらがあります。総合支援資金の再貸し付けです。プラスアルファで、 お金が借りれるってことですよね。で、再貸し付けの具体的な実施時期及び内容については追ってお知らせしますということなんで、現時点では予告に留まっていて、いつどういう形で始まるのかわかりません。これはもうちょっと待つしかないですね。今国会で忙してるみたいですけども、もうちょっと先になるみたいです。今月中なのか、3月頭なのかっていうふうなところまでは来ておりますけどもね。えー、次の赤箱ですけども、 住居確保給付金については3ヶ月間の再支給が可能になりましたということなんで、これはもう一息つけるかなっていうことですよね。で、申請期限なんですけども、令和3年の3月末までになりますんで、来月の末ですよね。申請お問い合わせお住まいの自治体の自立相談支援機関というところですか。あ私はちょっとこういうところがあるの知らなかったんですけども、こちらの方に連絡を取るといいようです。で、プラスですね、こういうふうに書いてます。 生活資金でお悩みの方へ。そして、住居を失う恐れがある方へって二つありますよね。えっ、ー、と、こちら、左側、生活福祉資金の特例貸付っていうのがあります。これは今回にのみ当てられるやつですかね。緊急告示資金。緊急一時的に生活費が必要な方。これはもうね、借りちゃった方が多いと思うんですよ。そこで登場するのが、総合支援資金なんだと思います。新型コロナウイルス感染症の影響によって、 えー、もうこれ全員影響を受けてますよね。生活資金にお悩みの方に特例貸付を実施しますということなんで、こちらの動画をご覧いただくようになっています。こちらの動画はね、私のこの YouTube の概要欄の方に貼っときますので、えー、改めて確認してみてください。えー、で、こちらの 右側、住居を失う恐れがある方へってところは、あどうですかね。こちらの方も動画の方をね、ご覧いただければと思います。こういうふうな二つの箱になってますけど、今回はね、主に左のことをちょっとお話ししようかと思います。生活福祉資金の特例貸付っていうのがありますよね。これ、制度概要になってます。私はね、あの、生活困窮してる人に、さらにお金を借りろってのはどうかと思うんですけど、今んところこれしかありませんので、えー、とりあえずね、お金を借りて、えー、この場をしのいでいきましょう。 それしか今のところありませんのでね。えっ、ー、と、緊急小人資金と、主にはこちらですね。総合支援資金ですよね。生活再建までの一定期間の生活費が必要な方。こちらの方に、手続きの流れっていうのと、あと申し込み相談型窓口と申し込み書、よくある質問がありますので、こちら、よくある質問から、ちょっとクリックしてみましょうか。よくある質問ですよね。えっ、ー、と、ここにですね、生活保護をすでに受けられている方がどうかっていうことが、 あ、ここにありますね。生活保護を受給していますが、貸付を受けることができます。これクリックしてみましょう。はい。生活保護を受給されている方は、貸付の対象外となりますということですね。ちょっとまあ無慈悲なことだと思いますが、今のところはちょっとダメだということですね。うん、ちょっと厳しいですね。うんえ。一応ね、電話番号ここに書いてますので、えー、出しておきますね。うん。生活保護を受けてらっしゃる方は、 総合支援資金がちょっとないということが今回分かりました。あ何かのこれでね、情報がお役に立てばと思います。